はい、おはようございます。速稼塾の久保です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はね、この琉球新報の記事からなんともね悲惨な状況っていうのを皆さんにお伝えできればなと思っております。タイトルがですね、個人の努力限界、あとは借金しかないと、コロナで細る収入、働き口も消えたということで県民アンケートが取られております。まあ琉球新報ということで、まあね、琉球新報ってちょっとね、あの変更報道が激しいという評価をされる方もいますけども、それは差し引いて、きっとね、このタイトル、個人の努力限界っていうところだけでも共感する方が多いんじゃないかなと思うんですよ。で、少なくともこういうふうなね声を上げている方がいる中で、現金給付はしないとか、生活困窮世帯に限った支援だけでもしませんかっていうね、考えにくいなんていう、そういうふうな財務大臣がいるこの国っていうのは、それだけでも不幸だなと思うわけなんですよ。ちょっと記事を読んでみましょうか。新型コロナウイルス感染症の影響で経済活動が戻らない中、多くの人が思うように仕事もできず、日々の生活にも苦労していることが琉球新報と沖縄子ども未来ランチサポートのアンケートで浮き彫りになった。これアンケート取らなくてもね、はっきりと体感できますよね。だって人の活動をやめろっていうわけでしょ。で、夜だけでなく昼も外出しないでくださいみたいなことを言い出す人もいるわけじゃないですか。それでいて自分たちはね、なんかあれ、うどん食べたりとかね、うどんじゃない、うな丼か、いつまでもうな丼のこと私言いますけども、うな丼食べたりね、フグの料理行ってごめんなさいって謝ったりとか、それじゃ済まないっていうわけなんですよ。それからあの国会でね、もう国会が開いたのに居眠りばっかりしているというね、まあ、こんなことではね、この国は絶対守れないよと思うわけなんですよ。で、国会議員さんとかっていうのは国民を守るためにその役割を代行してるわけですよね、私たちの代わりに。それをやってくんないわけですから、まあ、はっきり言ってこれね、あの一番この国の発展とか防衛の足を引っ張ってるのは国会議員なわけですよ。もうちょっとね、心入れ替えてもらいたいですよね。で、厳しいのは飲食店だけではない、卸業者もいるんだよと。那覇市内の飲食店に食材を卸していた60代後半の女性は訴える。その通りですよね。店舗ってのは、それこそね、食品卸売りの方もいれば、おしぼりがあったりね、取引業者、ほら、ダスキンとかもあるでしょ。それから忘れちゃいけないのが、その飲食店を、あれですよ、宣伝している広告っていうのもあるわけなんですよ。まあメディアですよね。地元紙とかフリーペーパーとか、ああいうところも仕事がなくなるわけじゃないですか。で、そういったことを考えたり、あとホームページの運営会社とかね、今の時代でしたら、そういうところのダメージはどうなるんですかとか、あと飲食店にはコンサルタントの方もいると思うんですけども、今飲食店コンサルタントの方がすごい総失業しているわけですよ。で、そういうことも考えないといけない。まあ、飲食店のコンサルタントの方はね、はっきり言って私ね、ちょっと言いたいことがあるんですよ。こういう時にどうするっていうアドバイスをして切り抜けさせるためにコンサルタント料を取ってるわけなのに、こういう時にお手上げですっていう風なコンサルタントは、最初からもうね、もうコンサルタント名乗るなと思いますよ、私は。もう、はっきり言ってね、詐欺にも等しいわけなんですよ、そういうのは。コンサルタントを名乗ってるのに、コロナが来た時にね、手の打ちようがない、何のコンサルタントなんだっていう話ですよ。だから誰でもが、あの回避できるような問題だけ取り扱って、こういった本当に取り組んでいただきたいときにコンサルタントがそっぽを向くみたいなね、そういう人は役に立たないってことなんですよ、ね、コンサルタントがだからね、役をなしてないんですよね。こういうときによくわかりますよ。ちょっとね、私なりの考えを言わせてもらった後で、市場で仕入れた、あ、市場ですね。市場で仕入れた野菜などを飲食店に配達し、年金に足して生活してきた。忙しくて買い物に出られない店に新鮮な食材を届け、もやしのひげ取りなど下処理もして喜ばれていたということで、こういうふうなね、きめ細かい店舗の下支えをしてくださった縁の下の力持ちたる、働き手の方がちょっとね、今生活困窮になってるわけですよ。だからこれね、支援を、おろそかにすると、これね、例えばコロナが収束なりね、次の段階に入って、じゃあもうそこそこ新しい暮らしやっていきましょうよって時に、飲食店さんの復活ってもうすごい難しくなるわけですよ。飲食店さんってのはそれを支える多数の業者さんによって成り立ってますからね。だから飲食店って店舗だけが開けたり閉めたりに見えますけども、その店舗をね、オープンするまでって本当に数ヶ月とか、ひどい時には1年とかかかるわけですから、取引先さんに支えられて、取引先様からね、なんか花束とかオープンの日に届いてるじゃないですか。あの分だけ、あの店舗ってのは店舗のオーナーだけではなくって、そこを協力してる無数の業者さんとかね、下支えしてくださる取引先様とかいるわけなんですよ。そういうことをやっぱりね、店舗をやったことがない人が飲食店がどうだとかね、保証金は1日6万だとか言って、それで下利顔するわけですけども、6万円とか言ってね、全然足りるわけないんですよ。本来だったらその6万円が6万円なり、ね、10万円なりが
お取引先様の売上の補填に使われるべきなのに、6万だったらね、全然使えないですよね。それこそ家賃も払わないといけない、従業員さんの人件費もいる、そしてオーナーさんは自分の借金の返済とか自分の生活費もいるわけですからね。そう考えたら1万、何 ?1 日6万入って何をしろって言うんだって話ですよ。だそういったことがね、ちょっとね、こういった、救済策を決める人にはアイデアがなさすぎるんで、それこそね、その、なんですかね、飲食店の経営者さんとか、スカイラークの社長さんとかね、あの辺の人がちょっと提言してバランス取るっていうことでいいんじゃないかなと思いますけども、まあなんか全然分かってない人がね、決まりを作るもんだからもうしっちゃかめっちゃかなわけですよ。それこそ私の家のね、近所にある中華料理屋さんの親父さんがこういった保証の金額決めた方が絶対まともになると思いますよ。ということで今日はね、こんなところで怒りをぶちまけたわけですけども、どちらにしてもね、もうね、全然政府の支援策が後手後手で間に合ってないのと、あとね、支援する先がもうめちゃくちゃなわけですよ。もう電通みたいなところにね、お金を何百億も払ったりとかして、そういったこういう小店にはね、数万円すら渋るわけでしょ。全然バランスが悪いですよね。まあ電通さんもなんか結構厳しいらしいですけどね、いつの間にか。まあこれ電通がやばいってことは、電通ざまあみろみたいなこと言えないわけですよ。電通がやばいってことはもうそこまで来たかって感じなんですよね。あそこまで、まあせこいことっていうかね、ずるいことっていうかね、優先的な配慮を受けてるところですらもう行き届いてないってことなんで、最初から配慮されてないところってのはもうとっくの塔にどっか行っちゃってるわけですからね。もうちょっとね、なんかもっともっとこう国民生活のことを考えてもらいたいなと思って、本日は以上です。